夢見みこの話が出てこんかったら俺 もし出てこんかったら、チェイちゃんのことを殴ろ そう、あれは4年前のこと。私は、その頃に勤めていた宝石クラブのナンバーワンになって、人生の絶頂だったわ。は？なんか芸能人におりそうな感じの顔の人が3人。AKB っぽいけど AKB っぽいんが俺3人出てきた。左、一番左に関してはなんか南明みたいな顔している。 あ、龍河じゃないわ、オーガー。あーす、お姫様たち、オーガーナンバーワンに昇格おめでとう。私たち、オーガがナンバーワンになると思ってたよ。おめえらのおかげだぜ。ありがとうな。キャー、オーガー、アイドルじゃん。もうアイドルじゃん。こうやってもうウィッシュだろう。大悟だろう、これ。超かっこいい。顔がそんなにかっこよくなかったら、このポーズって、ってなる、そういうはずになるだろうに。それじゃあ、これから出勤だから行くわ。またお店来てね。それやりすぎちゃう？もうすでに3回やっとるぞ、お前。やりすぎって言ったら、だんだん飽きるも早くなってくるぞ、お前。あ、それはないな。多分、この女の子たちに限っては。あ、出てきた、AKB。オーガって可愛いよ、面白いよね。応援したくなっちゃう。ちょっと、抜け駆けはダメよ。オーガは私の王子様よ。何よ、オーガは私の王子様よ。私のよ。ちょっと待った！俺のために喧嘩はやめろ！ ベタ、めっちゃベタなことを言い出した。あー、りょうが、何後ろに回り込んでんだよ、この3人。AKB、お前ら。超かっこいい！過去の話だと思って好き勝手言ってませんか？ いや、大河時代はいつもこんな感じだったんだぜ。モデル男は自然と女を競わせてしまうものなのさ。バカな、これは現実なのか。俺に会いたくなったらいつでもお店に来てくれよな。ほんまチャラいな、こいつ。これがナンバーワンのオーラなのか。街を歩けば、女の子に声をかけられ、新宿の頂点に立った気でいたわ。それが悲劇の始まりだとも知らずに。こんなにノリノリなのに、なぜそんな不吉なことを言うんだ。よーし、今日も働くぜ。どこに行こっか。過去の話なのに、本人選択肢があるみたいな感じに。しかし選択肢は一つしかない。ホーストクラブストレート、行け、ホースト。レッツゴーホースト。さーて、今日も働くか。あ、弟。あ、兄貴。あれ、リュウガさん、こんな声だったっけ。おーす、リュウガちゃん。リュウガさんも同じ店にいたんですか。そうよ、リュウガ私に憧れて後から入ったの。ほら、源氏名もオーガとリュウガで似てるでしょ。思っとったわ。読みたら、鳳凰って漢字に、リュウっていう、なんか伝説のポケモン的なやつを2つ並べとんじゃ。なるほど。リュウガさんはこの頃から自分で店を持ちたいって言ってたんだよな。へえ、龍河さんが。まあ、なんか、オーガを隣にしたら、龍河さんって、そこらのヤンキー程度でしか見えんのな。客、入ってる？いや、全然来ないから、拒否してこいってさ。そしたら、駅前行って、女の子をゲットしてこようぜ。ナンパみたいなことは言うんじゃないわ。はは、さすが兄貴、すげえ自信だな。ていうかさ、常連の子にコールしてみたらどう？え？ほら、いつも出演してくれるあの子、なんて言ったっけ？リルカ姫ね。そうそう、その子。リルカたんはあんま無理させたくないんだけどな。でも、かけてみっか。かけてみっこー。兄貴がコールすれば絶対来るだろう。当たり前じゃん。どうする？え、何これ？ リルカに電話するはわかるけど、なんで名刺出してこの野郎ってなるの？え？なんか気になる。あれ、待てよ。
これ名刺やつ集めたらなんかボーナスあるみたいな感じのやつがあるけど、龍河さんのやつも1、2枚目として手に入るんかな。これ俺の名刺か。いいけど何に使うんだ。まあいいや、はい。なんか地味やな、この龍河さんの顔。もうちょいはっちゃけてもよかったんじゃないかなっていうぐらい地味やな、これ。やった、2枚目やったー。なんでこれ、あと6人誰のやねん。誰の名刺やねんこれ。しかも名刺ですこの野郎って言い方悪いだけやんこれ。言い方悪い割にはさ、ただ出しただけで終わるんや。よっしゃ、リルカ姫、コールミー。コールミーってかけてくれってことだ。よーし、リルカ団に電話してくるわ。おう、来た。マノリルカって読むかな。なんかすごい美人。肌白。あ、リルカタン。オーガでーす。って、風邪ひいてんの。あーって言うだよ。お客さんに対してあーって言うだよ。いいのかそれで、おい。うわ、やべえじゃん。お見舞い行くよ。え、ダメ？それより駅前で待ち合わせ。大丈夫？来れんの？わかった。じゃあ駅前で待ち合わせね。風邪ひいたのに駅まで待ち合わせするのか。私にはいつも貢いでてくれていたマノーリルカっていう女の子がいたのよ。へえ、そうなんですか。ええ、必ず指名してくれたし、私をナンバーワンにしてくれたのもリルカだったのよ。いいお客さんだったんですね。そうね。あ、何かあるぞこれ、過去に何かあるぞ過去に。で、エクに行くわけですな。風邪ひいとるとか言わんかったのに。え、なんか怪しいぞ。本当に風邪か。おい、リルカ姫、リルカ姫。おが、お待たせ。めっちゃいい服着てる。この子、勝負決めに来てるんじゃないのか。お迎えに上がりました、リルカ姫。てか、風邪大丈夫？うん、オーガに会いたくて来ちゃった。そうだ、リルカ姫に渡したいものがあったんだ。なーに？オーガ王子特製のリルカ姫の名刺でーす。うわー、なにこれ、反応しづら。ウリがリルカ姫だったら反応しづら。俺の顔入りだぜ、お前の方が目立っとるやないか。あ、リルカ姫のスタンドみたいになっとるやないか、お前。自分好きすぎる。わあ、嬉しい、わざわざ作ってくれたの。さすがリルカ姫、オーガさんにラブ突っ込んだだけあるな、この反応。まあ、ちら嬉しい、大事にするね。マノリルカ、時もいい子だったわ。私のナルシストくっさい名刺も嬉しそうに受け取ってくれる、純粋でいい子だったな。はあ、そんな純粋な女の子が存在するんですね。テルの性格がにじまかってきている。チェリーちゃんのトークがこのにじまかったテル君を形成しているのか。この不条理なもんを見たらどんどんねじまかってくるよね。で、それからいろいろあってお構いになったようなね。いや、そのいろいろあっての部分が一番重要じゃないのか、お前。え、話終わりですか。そうだけど、いやだって起承転結の天の部分なかった今。天の部分なかったぞお前。何も転んでなかったじゃないかお前。でも吉祥こっちとしてはな、その転んだ部分を気になっとんだのにさ。いや、もっと話してくださいよ。説明の途中をはしょりすぎてて、お構いになった理由がわかりませんし。それに母の話に繋がるんじゃないんですか。ちゃんと話してくださいよ。正論である。ちしょうがねえな。何語る意味ない顔したんじゃ。これがメインだろうが。はいはい、話しますよ。話せばいいんでしょ、話せば。俺が悪いの。あの後、細貝へ歩いていたわ。だいたい今のまま話終わっとったらさ、自分がモテてましたみたいな話で終わっとって、すごい嫌なやつみたいな感じになったのやん。
リルカ、今日も来てくれてありがとうな。うん、私もオーガに会いたかったの。そっか、ありがとうな。俺、お前が教えてきてくれたおかげでナンバーワンいないだからさ。感謝してるぜ、リルカ。えへへ、オーガに褒められちゃった。おい、マジ萌え。何を言ってるんだ、この子は。あ、あ、AKB! まだ AKB 出てきた。オーガー、えーっす。ちょっと、なんだろう、その女。ごめんね。今はこの子が、おいね、王子さ、お姫様なんすわ。ここは気使って、お願いしまーす。チャラい。何よ、そんな女。全然可愛くないし。お前ら、鏡というものを知ってるのか？オーガにふさわしくなーい。うわい、おいの姫を侮辱するな。あー、オーガに嫌われちゃう。ごめんなさい。またかよ。だんだん後ろの AKB3 人組が桜みたいな感じになってきている。こういう演出をするためだけに出ているような気がしてくる。そら、わかったら、いたいた。あー、オーガー。その後、あの三人はブログにリルカ姫のことをめちゃくちゃ叩くのであった。ごめんな、リルカ。あいつら、ワイヤスじゃないんだけどさ、すげえ嫉妬するんだわ。人気者だね、オーガは。俺がここまでになれたのは、お前のおかげだぜ。うん、オーガが魅力的だからだよ。もう行こう、オーガ。オッケー、おいでお姫様。チャラいな、お前そのポーズもうそろそろやめないが。取り巻きの女の子たちはいつも私を取り合っていたけど、リルカはこういうノリが苦手だったわね。リルカさんはナンバーワンに押し上げられるほど稼いでいたんですか？いえ、両親の遺産を引き継いでやっていてたわ。遺産ってなくなったん？でも両親の死のショックが大きくてやりきれなかったんですって。そしてその現実から逃げて新宿に流れ着いていたのよ。なるほど、それでそこでオーガと出会ったんですね。で、まあなんかいろいろあっておかまいになったようで、ね、いやいや、ちょーちょーほら出る声が出る、ちょーってなってる。いや、気象天気図の点まだ話してないだろ、お前。おお前、ここで終わったら、もう、さっきも言うだけどさ、さっきも言うだけどさ、自分のモテ話を話してるだけの自慢の、自慢男、自慢男になるぞ、お前。あ、今は女のか。女なのか、一応、おかまやけん。話、下手くすぎ。それじゃあ、チェリーさんがモテモテだったことしかわかりませんから。実際モテたんだから、しょうがねえだろうが。ただの自慢じゃないですか。ジェイちゃん、もしかして俺に気を使ってるのか。え、あのこと、もうテルに話してもいいぜ。そう、キラちゃん。ああ、キラ先輩がここで絡んでくるんだよ。スタート画面に出てきとうぐらいやけんな。キラ先輩も重要人物。なんだ、今の茶番はわざとだったとか言いたいのか。キラ先輩のことを気にしてって何か隠していたのか。今までテルに話してないことがあったけど、これを機に話しておくよ。はあ。リルカ姫。あ、出てきた。昔のキラ先輩、4年前のキラ先輩。4年前、俺は高校を中退して新宿をフラフラしていた。あ、俺と同じ境遇なんですね。4年前で高校中退ってことはさ、テル君よりもだいたい3つぐらい上なんやな。ああ、そして金に困っていた。やべえ、金がねえ。これじゃあ飯も食えねえぜ。どこかに酔いつぶれたおっさんとかいねえかな。軽気満々じゃないですか。
バイトしましょうよ。あ、そうだな。笑ってごまかしてる。悪いやっちゃ。はあ、駅前でも行ってみっかな。あ、そんで駅前ってことはもしかしてデートしようあの二人でところ会うん合流するんかなこれ。なんだあれ。あ、二人ってわけじゃないけど、オーガさんは確かにおるんやな、これ。そして AKB、お前らいつもオーガさんの後ろにおるな。なんそのポジション。オーガ親衛隊みたいな結成してるだろ、お前絶対、裏で。めっちゃ息合ってる。違うぜ、お前ら。お前らのおなしゃーすは、ちょっと余ってるんだよ。わかんない、それはわかんないわな。巻いていくぜ、お願いします。これは何をしてるんですか。この時私は取り巻きの女の子たちと路上でパフォーマンスをしていたのよ。本当に何してんの。ホストでしょ。なんだあれ、芸人違うな。普通か。いや、芸人にも見えるわ、それ。ダンディー坂田の二番煎じみたいなやつでは俺やもん、これ。ダンディー坂田の二番煎じっぽいもん、これ。いや、違うな。芸人だわ。そう思われても仕方ないわ。あ、やべ、目が合っちまった。どうする、来るぞ。この迫り方、あの、あ、恥ずかしいやつに絡まれる。ついてねえぜ、畜生。殺すか、もう殺すしか。一緒にやるかい。は？どうして君に声をかけたのかって。目だ、君は今一緒にやりたいっていう目をしていた。いや、殺そうとしてましたよね。殺意の目をそんなに捉えられるオーガさん、マジポジティブっす。見習いたいっす、マジ。はあ。飯食わせてくれるんなら。よし、決まりだ。俺の名はオーガ、新宿ナンバーワンホスト、かっこ自称だ。お願いします。俺は、キドキラビっす。ドキュンネームにも程があるだろ、お前。キドキラビって。もう一周回ってさ、もう何人か分からんような名前っぽい感じになったのよ。キラビ、いい名前だぜ。え、先輩の本名キラビって言うんですか。あれ、言ってなかったっけ。これも初耳ですよ。だからキラ先輩なんですね。そんじゃ元気に声出してお願いします。ういっす。その後、俺たちは意気投合して、駅前で声を張り上げ続けて、意気投合したんじゃ。あんな感じでちょっと怯え取ったキラ先輩なのに、意気投合したんじゃ。何の波長だ、それは。どういう波長が絡まり合ったんだろう。俺にはわからんね。オーガは普通にいいやつで、俺や取り巻きの女の子たち、おごってくれた。ピザ、焼肉、焼き鳥、ポテトサラダ。オーガの空気に飲まれてテンションがおかしくなっていた俺はすげえ楽しかった。チェリーさんのおかげでしこたま食べたんですね。言い方を変えればそういうことだ。ああ、人のお金で飯食う飯はうまかったぜ。嫌なやつだな。その後いい金づるを見つけた俺はオーガたちと一緒にいることが多くなった。ほんまにいいやつ、ほんなのに嫌なやつやな、金づるって。金づる？え、キラちゃん、そんな風に思ってたの？ショッキング、ちょっとショッキング。そんなある日のことだ、オーガが働くホストクラブに俺を連れて行ってくれたんだ。ホストデビューですね。いや、俺がホストデビューするには問題があったんだ。ん？オーガはここで働いてんだ。名前はホストだぜ。
かっこいいぜ、畜生。もう波長がアイアイやないか、お前。アイアイガシャやないか。アイアイガサ。オーガさん、オーガさんのこのポーズにかっこいいぜ、畜生って言ってるあたりもう。それじゃあ、入るぜ。イエーイ。テンション高くね。出会った頃のキラ先輩、どこ行ったんだろう。うわー、すげー。気に入ったか、キラビタン。ああ、今日は何を食わせてくれんの。食うことがメインになっているじゃないか、これね。食欲しかない。なんでこれ、ゲームのタイトル、湿気欲から食欲になるんじゃないのか。キラキラビーは食べている。店のもん全部食っていいぜ。ヒャッホー。食べたもん一緒やないか、さっきと。偶然のかぶり。さっきの違う店なのに偶然のかぶりこれ。そして俺は食べまくった。ピザ、焼肉、焼き鳥、ポテトサラダ、夢のようなひどいだったんです。さっきと同じ。同じものばかり食べてないか。ふう、満腹だぜ。キラビタン。あ、あの目を見ろ。なんだ、やんのか。あの目、だ一重だな。かっこいいじゃん。噛み合ってないぞ、会話が。ああ、超かっこいいぜ。とりあえず褒めといた。とりあえず褒めといたやつね、これは。本当は思ってないタイプのやつね、これ。そうだろ。よし、シャンパンタワーすんぞ。はっ、おうが、行かれてんの。でも、上手で頼むぞ。はっ、分かってるって。ちょ、兄貴、大丈夫かよ。大丈夫よ。お、リュウガちゃん。お姫様が楽しんでるね。口を挟むなよ。そうか。こんな兄貴がおったら、そりゃ、不時、不足の事態は、そりゃ、ちっきるような顔すればな、リュウガさん。オーガ、行きまーす。シュワシュワシュワ。最高だぜ、オーガー。あげあげだぜ。テンションやばくね。そのテンションやばくねの言い方が女子高生じゃん。ああ楽しい。うがお前といるとすげえ楽しいぜ。だろ、俺は人生の絶頂にいるぜ。最高だぜ、うが。なんというか、ここまで調子に乗ってるとイラッとしますね。大丈夫よ、この後私は制裁されるから。え、あ、そうだキラビタン、どうした。はい、これきらび姫の名刺ね。は？勝手に作るな、お前。何でもかんでも名刺ねえ、お前。するな、お前。ああと、きらびたん、きらびたん、ちょっと目がいってる。なんか目がいってる。今日からきらびたんも大賀王子のお姫様ということで。ああ、そっか、そうだよな。え、どうした、感動しちゃったキラビ姫。オーガさ、お前がいいやつなのは分かったよ。見ず知らずの俺のために気使ってくれてさ、嬉しかったよ。え、どうした。俺はバカだけど、自分の気持ちがどういう状態なのかも分かってねえんだ。男とか女とかどうでもいいって思ってた。オーガとならそういうのを気にせずにやっていけると思ったんだ。でもよ、俺は姫じゃねえよ。え？え？え？キラビタン、怒っちった。兄貴、あの娘の代金、兄貴が払えってさ。いくら？100万ぐらい。はい。はいで払えるのか。
いや、はいで済むんか、今。大騒ぎしてオーナーを切れさせた私は、シャンパンタワーを正規の料金で請求されたわ。調子に乗りすぎたんですね。そうね。お金を回収できない子に入り込みすぎたのね。そして、人生で初めて振られた私は、そのショックでナンバーワンの酒が転落していくのよ。顔しょぼしょぼするな、お前。見たくなかったわ、オーガのその顔。そして、キラちゃんに心を奪われてしまったの。つらい。あの時、キラちゃんを女の子扱いしたから怒っちゃったのよね。そうだったな。なんでキラ先輩を女性扱いしたんですか？おい、テル。お前って本当に鈍感なのな。怪奇探偵なのに鈍すぎるわね。え？あ、テル君、俺は気づいとるよ。なんでかは今は喋らんけど、こうたりが喋れるまで待つけど。テル、実は俺さ。大丈夫、先輩は女の人なんだよ。そうそう。はっ、そうか、あの時ルナが相手いたらこういう、そういうことだったのか。キラ先輩は女性なんだ。だからチェリーさんは女性扱いをしたのか。なるほどな。そうそう、そういう伏線があったんよな、前。それがいつ回収されるかわからんなとか思っとったけどさ、ここで来たんやな、とうとう過去編があって。だがまずいぞ、変なタイミングで気づいてしまった。自然なリアクションを取らなくては。テル、実は俺女なんだ。どうする？これ本当ですかね。どういう反応なんだろう。そして知ってますかっていうのをちょっと選んでみたいんだろうな。本当ですか？あ、棒じゃこれ棒だったんかい。本当ですか？やっぱ気づいてなかったか。テルは鈍感だな。一瞬空気死んだかと思ったんじゃないかな。バカだな、この人は。でも、キラちゃんは心はお得なのよね。当時はそのことで学校を辞めたから気にしてたんだよな。え、それが理由で辞めたんですか？そうなんだ。いろいろあってな。はあ、そうだったんですか。私がお構いになったのも、キラちゃんに振り向いて欲しかったからなのよ。え？それまでの女の子に困らなかった私だけど、あの時、初めてキラちゃんに振られて目覚めちゃったのよね。でも、私が男のままじゃ、キラちゃんとは釣り合わないでしょ。だから、お構いになったのよ。発想がおかしい！でも、お構いになっても、やっぱり振り向きではくれなかったようだね。だって俺はホストだぜ。恋愛してる場合じゃねえぜ。でも、チェリーちゃんは好きだけどな。もうやだ。チェリーさんはキラ先輩のために性格を変えたのか。そういうことだった。女の子を愛してたために、ちゃうわ。中身が男だったために男じゃダメ、女の子になろうみたいな、そんな話で。思い切り良すぎだろ。ほんまやで。